ックの長谷川雅紀です。はい、占い師大石です。お願いします。明けましておめでとうございます。明けましたね。年も改まりまして、いやー、明けるもんですね、やはり、気分もすがすがしく、はい、大晦日と同じ格好でやっております。はい、はい、2016となりました。はい、すごいですよ、ほら、お正月バージョン、はい、もうこの後ろを見てください。お正月っぽくしてみました。画伯に書いていただきました。ここにはほら、これはあのちょっとすみません、汚れちゃったんですけど、俺のサインですからね、長谷川画伯にあのお菓子をお正月っぽくね、お正月らしくですね、はい、これは何でしょう。お餅ですよ、これは。あ、ムンクの叫びじゃないんだね。ムンクの叫びじゃない、お餅ですから。はい、ということでですね、はい、はい、お正月、まあ、1日目ですので、うん、本日はですね、うん、あのだからやはり皆さんね、初詣行くと思うんですけれども、今日はその初詣に行くときに、どの方角に行ったらいいのか、あ、そうですね、どういったで1年、はい、楽しく迎えられるかっていうのを先生にこう、はい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 、占ってもらおうと。あのもちろんね、ご近所にあのいわゆるこう産砂の神社とかですね、うん、あのかねてより、おなじみのところがあればそれはもちろんいいんですけれども、はい、占い的にはですね、今日、1月1日に、うん、いい方角に当たりますのが、はい、東北。東北、ああ、もう出てるんですね、東北。はい、ご自宅より東北の、神社に行っていただくといいですと。なるほど。でお時間としましては、はい、朝とか午前中なんですよ、うん、午前中のですね9時から11時の間に、行きたいですね。おお、なるほど。まあ行きやすい時間帯、まあ、ちょうどいいぐらいの時間だと思います。うんうん、遠く。で特にあのどなたが行ってももちろんこれ基地ではあるんですけれども、あの水戸市生まれの方。水戸市も。まああの俗に蛇って言われてます。水戸市。うん。水戸市生まれの方が、この東北行くと、他にも他の方に増してより大吉である。へえ。今回あのちょっと特別にですね、あの十二支で言いますと、はい、ウー、タツ、ミの3つ、まあ、ウサギと、竜、タツとね、ヘビと、うん、ウー、タツ、ミの3つの年に生まれている方は、はい、それぞれあの行くといい方角があるんですね、うん、他の生まれの方は、まあ、みんな東北で OK ですけれども、はいはい、で例えば宇土市の生まれの方、うん、宇土市の生まれの方は、西北も OK です。でこちら西北の場合は午後1時から3時ぐらいの間に行っていただくといいよと、うんうん、であともう一つ辰年の方、はい、辰年の方は今度は、西南ですね。西南、はい、南と西の間ですね、うんうん、西南の方角、こちらの神社に行っていただくといいと、はい、で、この場合は、お時間的にはですね、うん、ちょっと早めなんですけれども、はい、朝7時から9時の間、結構朝参りって感じになっちゃいますけどもね、はいはいはい、でまあ見通しの方は先ほどの東北がですね、うん、あの他の方以上によく聞くよということになります、はい、で、他の年生まれの方はもう一括みんな東北がベストだよということになります、ね、東北、うん、そう、というふうなのが今日の、はい、初詣状況というかですね、はい、今年1年を、はい、開運できる方角と。ぜひ皆さんね、行ってみて、お楽しみください、いい1年に、はい、そうですよ。まあ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 、お正月ですのでね、うん、日頃お参りしない方でもですね、うん、1年に1回ぐらいはちょっとね、そうですね、ご挨拶をしてくるというのもいいと思いますので、で行ってね、だから結果というか、まあ1年ですから、1年ですからね、1年後の結果って言ってもあれですけど、うん、まあまあ、なんかね、コメントいただけたら、行ったよって。まあまあ、あの皆さんこう楽しんで、はい、来てください。はい、はい、ありがとうございます。では今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。